ますが、これさ大塚さんアドリブじゃなかった？あ、そうなんだ。まあ、というわけでこの明夫さん演じます信玄がこの後何と言ったか、皆さんフリップにお書きください。信玄が何と言ったか、はい、はい、シンキングタイムスタート。難しい。ね、もしアドリブだとしたらやっぱりね、そうですね、センスが問われますね。そうですね、はい、これ難しいなかなり衝撃的なシーンですもんね。そうですね。あれ皆さんちょっとペンが進んでないじゃないですか。そうですね、さっきとは大違いですね。宮野さんそんなにこれ手つき何なんだろう信玄さん。さあそろそろ、うわ終了でございます。終わってしまいましたか皆さん、ね、というわけで回答を見ていきたいと思いますが、はい、花澤さんからいきましょうか。ほうほう、はい、それでは、はい、答えよろしいでしょうか。はい、エッチスケッチワンタッチあー言ってた。俺かわいいな。なるほどね。あー、お父さん言ってた。かぶったかぶったかぶった。かぶった。それ全く同じ。うん、全く。じゃあ宮野さん何ですか。いやもうのび太さんのエッチに打った画面が画面、おお、びっくりしたよ。なんだこれなんだよなんだこれやっぱね、エッチ系だよね。そりゃそうですよ。エッチ系か。まあお風呂覗かれたシーンって言ったらそれしか思い出せない。そう、だからアニエモンなんですか見たの伸びたじゃないからね。そうですね、死んだですからね。そう、メガネかけてますけど。メガネがね、メガネ、あーじゃねえよ、あーじゃねえよ、あーじゃねえよ。じゃあトッシー行ってみましょう。あ、はい、そんな予想した人エスパー信玄が覗かれて、それ意味わかんない。どうなんでしょう、意味わかんない。引きずってますね、これさっきのやつのね。どうなんでしょう、何喋ってください。カンペでね、隣にいるんで。はい、セルティじゃないんで喋ってください。はい、じゃあ次中村さん。あ、はい、お願いします。はい、開けたらですね、明夫さんが性欲を持てしまう。どうしよう、俺的には120点だな。お前丸って書いてるけど読んじゃってるよ。そうだよ、女子がいる、女子がいっぱいいる。ちょっと字面は強烈だなと思って。これひどい、夜だからってあんまり暴走しないでください。もう完全に花澤さん意味がわからない顔してるからね。はい、じゃあ次沢城さん。あのね、多分これこんなようなことなんだけど、はいはい、なんでしょう。あ、なるほどね。見ちゃいやんって言った。かわいい。見ちゃいやん。じゃあ続いて、はい、お二人、神谷さん、小野さん。そうですね。じゃあ神谷さんからお願いいたします。なんだろうこれ。え、お前はどうだ。あ、いいじゃん、これいいね。あ、あいいな。お前はどうだ。あ、その後いいですね、誰かに。あの、ちょっと待ってくださいね。親子だよね。親子の、親子の会話だ。いいそうだな。でも、ものすごいかぶせてきますね。すごいいいね、これね。お前はどうだ、いいね、お前はどうだ、ダメかに。二段ダメかね。じゃあ気になる小野さんの答え、はい、お願いします。ダメかね、スティーブン・セガールだよ。言っちゃって言っちゃってるわ。言っちゃったよ結局。それてかもうそれ信玄じゃなくて明夫さんじゃないですか。あの、俺にかぶせるのやめてくんねえか。完全に書き直してましたで、そっからのからの本当はロボなんだ。さっきの振り使うのやめてください。どうだ、それさっきのすごい前のやつ。ダメかね、ダメだよ。ダメ何回かぶせたってダメなものはダメだよ。あ、すごいですね。さあ皆さん絶好調でございますね。本当ですね、とどまるところ知らない。まあいろんな回答で揃いましたが、はい、正解どんなものでしょうか。正解出るね。はい、VTR ご覧いただきましょう。どうぞどうぞ。いやー、どれにも面白いな。そうですね、言ってる内容は普通なんですけど。普通だったね。うん、逆に面白い。何のひねりとかもいらない。答えが一番面白いって俺らもっとダメだな。そう、もうダメだ。なんかここにいらっしゃらないけど、明夫さんにも500点って感じですね。そうですね、明夫さんすげえな。まあ、というわけで、明夫さんに500ポイント入りました。ダメだこれ。払いませんね。セリフが見ちゃいやんとかエッチとかで、おかえりは明夫さんがテレビでやったんだっけ。そう、そうかもしれない。そうだったね。あー、懐かしい。さあ、というわけで、はい、最終問題はいですね、最後の問題でございますか。はい、行ってみたいと思います。というわけで VTR どうぞ。いやいやいや、女の子たちとキャッキャ一日でムニムニウフフなことになると信じて夢に向かって。そうだよ。
言ったやん。ちょっと答え言ったよ。ちょっと最初今。ちょっと漏れてるけど。スタッフどういうことだよ。ヒアウィーゴーの火が聞こえてるもんな。じゃあゴー。言っちゃった。カメさん。言っちゃった。え、カメさんなんて？え、だ聞かないで。さあ、やるやる。進めよ進めよ。OK で、なんて言ったか。シンキングタイムスタート。え、ヒアウィーゴーじゃなくて？言うなよ。終了。シンキングタイム終了です。終わっちゃった。はい、いや。どうなってんだよ。またもたもたよ。だってちょっと聞こえちゃってるね。ヒュッて言ったよ。お前ヒュッて言ったじゃん、お前。え、ヒアウィーゴーなんですか？いや、わかんない。そうじゃないかもしれない。こっからボケなきゃいけないのか。違うかもしれない。違うかもしれないから。宮野さん、すごい答えだそうなんで。宮野さんから、お願いします。ヒュッでしょ？だから。はい。夢に向かって、ヒューハー じゃないですよね。間違えました。最近人気の芸人さんですよね、それはね。私間違えました、本当に。どうかしてるぜ。ちょっとだそれ相方さんのやつですよね。何なんだよ、もう。本当好きだな、この人は。あーいやー、本当止まらない。じゃあ、叩き始めちゃった。続いて。どうします？どこ行きます？